ここまで全部71本、本当にいろんな各地方のみんなのため、みんなのおかげで全部無事に回ることができました。最初はどうなるかと思ったこの長いツアーですが、今考えるととても一瞬のような、でも一瞬なのにすごく濃いような、そんな毎日をずっと走ってまして、今いざこの場所に立ってみて一番思ったことを、それはうちのスタッフだったり、ここにいる全員のファンだったり、本当に愛されてると実感しました。本当に、ね、あまりにも一瞬なツアーだったけど、本当にこう大切な、そんな時間だった気がします。本当にこのステージ一つ作る、ここのステージを一つ作るだけでもう全員もめにもめ、もうこのグランドフィナーレが始まる直前までステージのことでもめてたりとか、ほんのライブの一つの演出の話にメンバー5人無理になって、すごいとてもちっちゃなことなんだけど、一つ一つを本当に大事にするメンバーで、すっごいイエイエイ喧嘩みたいになってたけど、本当に真面目でバンドバカなメンバーとカセットにバカみたいに愛してくれるここにいるスタッフ全員、まずはその人たちに感謝したいです。
バンドだけでライブやってるわけじゃない。ファンがいて、スタッフがいて、メンバーがいてっていう、そんな環境だからこそ、こんなでっかい会場でこんな大騒ぎできる、そんな環境が永遠に続くように、これからここにいるお前たちや家で待ってるファンの子たちや、たくさんたくさんのカセットのファンを連れて、もっとでかい場所、でかいスケールの場所でやりたいし、そんなでかいとこ行っても今と変わらず言い合える中、バカできる中で入れるようにとずっと願ってるから、みんなもそれを願っててください。本当にね、感動ですよ、この景色は。メンバーを代表してありがとう。この先の未来、何があっても俺らとお前の関係は変わらないから、信じてついてきてください。ここにいる全員、この気持ちを上まで持ってくから、とことんついてこいよ。いいかよ、いいかよ。感謝を込めて。